ヨハン・ペーター・ホンランガー1824年8月6日はドイツの画家であるデュッセルドルフのカルカムに生まれた。父親は庭師で貴族のハッツフェルト家で働いていた。1775年からクラーエが設立した美術学校後にデュッセルドルフ美術アカデミーとなるで学んだ。1776年に美術学校の展覧会で二等を取り、 1778年には一等を取り、奨学金を取得した。1784年にはアカデミーの教授となり、1789年には校長となった。この時代の教え子には、肖像画家のハインリヒ・クリストフ・コルベラがいる。1788年にオランダに研究旅行をした。フランス革命後の情勢は、デュッセルドルフが戦場となり、 破壊と貧困が襲うことになり、1794年に、デュッセルドルフ美術アカデミーは活動を停止した。ランガーも協力者と壁紙の会社を作り、パリに売り込むなどの活動などをした。その間、パリで美術研究の機会も得た。1801年に、ルネビルの和訳で平和が訪れた後、美術アカデミーの再建を行った。1801年に、 美術コレクションのデュッセルドルフ海画館の館長になった。1802年には美術アカデミーは42人の学生を迎えた。1806年にはバイエルン王に招かれてミュンヘイン美術院の校長に任じられ、1808年には貴族に助せられた。宗教的な題材、風俗が肖像画を描いた。ありがとうございます。